立憲民主党連邦が大炎上、統一協会で。立憲民主党の連邦さんが先日ツイッターにて、統一協会関連の報道について、政治の圧力が、などと暴言を吐いてしまっておりましたが、21日にツイッターにて、ご自身などに対し、統一協会系の圧力がかかり始めたと明らかにし、ようやく暴言を撤回いたしました。まあ、そもそもマスコミは、 政治家から圧力がかかれば喜んで報道するものと思われますので、それがない時点で政治の圧力はないと考えるのが自然ではないでしょうか。蓮舫さんなどおかしな野党やいわゆる左翼の皆様にはこれ以上陰謀論的な暴言を吐き続けないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。